ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画は、ぐるっと一周回る線路、ループ線についてだ。環状線みたいなもの？確かに大阪環状線は、大阪ループラインって言うけど、今回紹介するのは、山間部など直線に線路を敷くと急勾配になってしまうような区間で、ぐるっと回るように線路を敷くことで、距離を稼いで勾配を緩和するような線形の路線のことだぜ。螺旋階段みたいなこと？わかりやすく言えばそういうことだな。へえ、面白い走り方だね。それでは早速見ていこう。行ったことがある路線や、他にも知っているループ線があったら、コメントで教えてもらえると嬉しいぜ。高評価もよろしくお願いします。それでは、ゆっくりしていってね。まずは福井県、JR 北陸本線の上り線の初原ループ線だ。初原ループ線は、福井県の敦賀駅から新敷田駅までの間にあるループ線だ。福井県敦賀市にある標高181メートルの絹掛山の周りをぐるっと回るように、線路が敷かれていて、正式名称は絹掛随道ループ線という。上り線ってことは、下り線はループ線じゃないのかな？そうだぜ、ループ線になっているのは、敦賀駅から新敷田駅方面へ勾配を登っていく上り線のみで、下り線は直線的に坂を下っていくんだ。北陸本線の敦賀新敷田間は、上り線と下り線では全く違うルートを通る。上り線は、敦賀を出てしばらくすると下り線と離れて、坂を登っていき、右に大きく弧を描くように走って下り線をオーバークロス。そして、そのまま第二絹掛トンネルに入る。さらに右に大きくカーブしながら第二絹掛トンネルを抜け、敦賀市の街並みを左側に見ながら、今度は第一絹掛トンネルに入る。第一絹掛トンネル内も大きく右にカーブしている。第一絹掛トンネルを抜けると、ループ線は終わりだ。ついさっき通ってきた第二絹掛トンネルの入り口のすぐ上を通過するぜ。そのまましばらく下り線の右側を並走するように走り、新敷田駅の手前で再び下り線をオーバークロスして、新敷田駅に到着する。へぇ、何も知らなかったら下り線と離れて違う方向に行ってしまった時点で、この線路どこに行っちゃうんだろうって戸惑いそう。そういえば、北陸本線は特急もたくさん通る路線だけど、ここも特急列車が通るんだよね。通るぜ、大阪方面へ向かう特急サンダーバード号や、名古屋方面へ向かう特急白鷺号がこのループ線を通るぜ。へぇ、日本最速クラスの特急列車がこんな走り方をするなんて面白いわね。乗っていると円を描いて走ってるなーってわかるのかな？なんとなく乗っていると気づかないかもしれないな。でも、ループ線の途中の第二絹掛トンネルを抜けてから、第一絹掛トンネルまでの間で、さっきは右側に見えていたはずの敦賀市の街並みが左側に見えたり、右の方に分岐していった小浜線が一瞬左側に見えたりするし、晴れている日なら太陽の差し込む方向が逆になるから、外の景色をよく見ていれば、明らかに今までとは違う方向に走っていることがわかると思うぜ。へえ、面白い。ついさっきとは逆の方角に景色が見えたら、ループ線のことを知らないとどこをどう走ってるのか不思議に思うだろうね。ループ線の区間は、ほぼ常に右に大きくカーブしているから、円を描くように走っているというのは感じることができると思うぜ。でも、この区間が上り線だけループ線になっているのはなぜなの？やっぱり普通に直線的に坂を登ると登りきれないのかな？直線的に坂を下っている下り線は、最急勾配が 25% だ。昔の鉄道車両でも 25% の勾配は登れないわけではなかったんだが、貨物列車には支障があって、東海道線のような長い貨物列車は通れなかったんだ。だから、上り線の最急勾配を 10% に抑えることができるようにということで、建設されたのがこの初原ループ線だぜ。確かに貨物列車は長いもんね。ましてや昔は蒸気機関車だっただろうから。そうだな、1957年以前の北陸本線のこの付近の区間は単線で非電化だった。そして、滋賀県の木の本駅から初原ループ線のあたりまでの、滋賀と福井の県境越えの区間は、柳瀬線と呼ばれる今よりも東回りのルートを通っていて、この区間は今の下り線よりもさらに勾配が険しかったんだぜ。へぇ、線路自体が違うところを通っていたんだね。そっちの方が勾配もきつかったってことは相当な難所って感じだったんじゃないかな？そうなんだ、柳瀬線こと北陸本線の旧線は、柳瀬越えと呼ばれるほどの難所だった。この区間が開通した明治時代の技術では、今のように長いトンネルを掘ることは難しくて、旧線にあった1375メートルの柳瀬トンネルは、開業当時日本最長の鉄道トンネルで、手掘りで1日あたり1メートルちょっとしか掘り進めることができなかったそうだ。1キロちょっとのトンネルでもさすがにそんな感じじゃ大変すぎるよ。だから、当時としては柳瀬線のルートが最も最適なルートだったんだが、柳瀬トンネル内も含めて 25% の勾配がずっと連続して、究極線も多かったんだ。蒸気機関車牽引の列車では、上り坂の途中で止まったり、逆に滑り落ちていってしまったり、冬は雪崩による事故が多発したりした。
さらには、坂を登りきれない列車が柳瀬トンネル内で立ち往生してしまって、機関車の煙がトンネル内に充満して、機関士や乗客が窒息してしまう事故も起きたんだ。うわぁ、苦しかっただろうね。本当にここが難所になっていたんだね。そこで、大西奥を通って滋賀と福井の県境の山を5170メートルの深坂トンネルで貫く、現在のルートに北陸本線を付け替えることになったんだ。このルートでは、柳瀬線よりも急勾配が少なくなった。しかし、深坂トンネルと敦賀駅の間は、直線的に結ぼうとすると、どうしても 25% パーミルの勾配になってしまう。だから、上りの勾配を最大 10% パーミルに抑えるために、上下線を別々にして、上り線にはループ線が設けられることとなったんだ。北陸本線の新線は1957年に開業して同時に電化され、電車や電気機関車が通れるようになった。最初は現在の下り線のみの単線で開業して、新線切り替えの6年後の1963年に、初原ループ線を含む上り線が開業して複線化されたんだ。初原ループ線は、第二鬼ぬかけトンネル掘削中に作業員が犠牲になる事故が起きてしまって、一度工事が中止されるほどの難工事だったんだ。新線への切り替えと電化、複線化、そしてループ線のおかげで、北陸本線の輸送力は大幅にアップして、所要時間も大幅に短縮されたんだぜ。初原ループ線の誕生までにはとても大変なことがたくさんあったんだね。何も知らずに乗っているとなんでこんなに変わった走り方をしてるのか不思議だけど、ループ線ができるまでにそんな歴史があったってことを知ったら、この区間を通るだけですごく感慨深いものがあるわね。続いては、上越線の指そループ線と松川ループ線だ。上越線にはループ線が2つあるのかな？そうだぜ。二つとも、上越国境と呼ばれる群馬県と新潟県の県境を越え区間に存在するんだ。北陸本線のループ線もそうだったけど、地方をまたぐ県境越えの区間は難所になりがちなんだね。そうだな、上越線のこの区間も上下線が別々に敷かれていて、ループ線は二つとも上り線に存在するんだ。新潟県側の上り勾配の途中の、越後中里駅から土樽駅の間にあるのが松川ループ線。群馬県側の下り勾配の途中の、土合駅から指曽駅の間にあるのが指曽ループ線だ。上越線も開業当時は現在の上り線のみの単線で、下り線は複線化の際に新しく建設された新線だ。上り線だけにループ線が存在するのは、下り線の方が後の時代に作られた分、それだけ長いトンネルで山を越えることができたから勾配が少なくて済んだってことかな。まさにその通りだぜ。上越線は、それまで信越本線経由や東北本線と磐越西線経由など、遠回りなルートしかなかった関東と新潟間を、できるだけ最短距離で結ぶことができるように作られた路線だ。上越線を建設するには、上越国境にある谷川だけを越える必要がある。1931年に開業した上越線の上り線は、谷川だけを貫くトンネルができるだけ短くて済むように、新潟側と群馬側の両方にループ線を設けて勾配を緩和しつつ、谷川だけの中腹まで坂を登って、9702メートルの清水トンネルで谷川だけを貫いている。ちなみに、できるだけトンネルが短くなるように建設されたんだが、それでも清水トンネルの9702メートルという長さは、開業当時は東洋一で、世界でも9位だったんだ。できるだけ短くしてもその長さなんて、よほど超えるのが難しい区間だってことだね。36年後の1967年の複線化の際に開業した上越線の下り線は、13,490 メートルの新清水トンネルで谷川だけを貫いていて、下り線の指添駅と土合駅は新清水トンネル内にあるんだ。そういえば土合駅といえば、モグラ駅で有名な駅よね。そうだぜ、土合駅の下り線のホームは駅舎から486段の階段を下ったところにある。一方、上り線は駅舎のすぐそばにあるんだ。上り線と下り線で階段486段分もの高低差があるということからも、上り線は下り線に比べてかなり坂を登って山を越えているってことがわかるわね。そうだな、一方で新清水トンネル内にあるもう一つの駅である指曽の、上り線ホームからは、指曽ループ線を通って坂を降りてくる列車を見ることができるぜ。山をぐるっと回りながら坂を降りてくる様子がよくわかるんだ。トンネル駅だったりループ線を眺めることができる駅だったり、とても楽しいわね。このループ線を見たことがある人がいたらコメント欄で教えてほしいわ。続いては、高知県の土佐黒潮鉄道にある川奥ループ線だ。このループ線は、ループ線の途中で路線が分岐しているというのが特徴だな。ぐるっと一周している上に途中で分岐する線路があるなんてちょっと複雑ね。川奥ループ線は、土佐黒潮鉄道中村線の和解駅と海南駅の間にあって、ループ線の区間はほとんどがトンネルになっている。だから、ループ線になっているというのは乗りながらはなかなか実感しにくいんだが、川奥信号場から山の下を見下ろすと、下を交差するように線路があるのが見える。こんなに下を交差している線路が、今走ってるのと同じ線路だとは思えないよ。なんかワープしたみたいな感じがするわ。続
いては、熊本県にあるオコバループ線だ。大雨による被害を受けて長らく不通になってしまっている区間にあるんだが、オコバループ線は、他のループ線にはない面白い特徴があるんだぜ。こんな綺麗なところなのに今は乗れないなんて残念すぎるよ。でも他のループ線にはない特徴って何？それは、ループ線の途中にスイッチバックがあるということだ。スイッチバック？スイッチバックは急勾配の区間などで、列車が進行方向を変えながら進むことだぜ。ループ線もスイッチバックも勾配を緩和するために設けられるんだが、両方が併用されているのは全国でもここだけなんだ。へえ、それだけこの区間の勾配が険しいということかな。そうだな、ループ線の途中にはオコバ駅という駅が設けられているんだが、駅の部分が平坦になるように、オコバ駅付近の線路がジグザグに敷かれているんだぜ。このオコバ駅は、急勾配を登る蒸気機関車が給水をする場所として、とても重要な駅だったんだ。隣の人吉駅からオコバ駅までの急勾配で、蒸気機関車は1トンもの石炭と、1分間に250リットルもの水を消費していたそうだ。そして、オコバ駅から先もしばらく急勾配が連続する。だから肥薩線のこの区間の連続する急勾配を登り切るためには、オコバ駅での給水が必須だったんだぜ。急勾配の途中の休憩所といった感じね。まさにそうだな、オコバ駅の構内には給水塔や洗顔の設備も残っている。ここで洗顔をしなければならないほど蒸気機関車が巣をいっぱい吐いて、急勾配を登っていたってことかな。そういうことだ。特殊な走り方や駅にある設備が、この区間の山越えがいかに厳しかったかを伝えてくれている気がするわね。とても魅力的な路線だと思うから、また乗れるようになるといいな。これまで紹介してきたループ線は、どれも山間部の路線だったぜ。しかし、東京の23区内にも急勾配を登るためのループ線があるんだ。しかもこのループ線は海の上にあるんだぜ。え？東京23区内にも？そんな急勾配なんてあるイメージないよ。しかも海の上って、これまで山の中ばかりだったのに。それは、東京臨海新交通臨海線ゆりかもめの、芝浦埠頭駅とお台場海浜公園の間だぜ。レインボーブリッジを通るためにループ線を使って坂を登るぜ。意外なところにあったわね。レインボーブリッジは、下を大型の船が通ることができるように。橋桁の高さは海面から52メートルもあるんだ。これはマンションの17階ぐらいの高さだぜ。ゆりかもめの高架の高さは10メートルから15メートルぐらいだから。30メートル以上の高低差があるんだ。そんなに高低差があるならループ線が必要よね。こんなに大きなループ線が海の上に作られているなんて、とても都会的な感じがするわ。夜は夜景が綺麗だし、ロマンチックな感じよね。そうだな、こんなループ線は全国的にも珍しいから、東京の名所の一つかもしれないな。最後は海外だ。スイス最大の私鉄であるレイティッシュ鉄道のベルニナ線は、スイスのサンモリッツとイタリアのティラーノを結ぶ61キロの路線で、両都市の高低差は1824メートルもあって、最急勾配は70パーミル。アルプスの雄大な車窓を見ることができる路線として観光客に大人気で、世界遺産にも登録されている鉄道路線だぜ。すごい高低差ね、さすがアルプスって感じだわ。景色もとても綺麗ね。そんなベルニナ線には、おそらく世界で一番有名なループ線があるんだぜ。霊夢もこれは見たことがあるんじゃないか？あ、見たことあるよ。この橋とっても綺麗だよね。これはブルージオ橋といって、ベルニナ線を象徴する構造物となっている。芸術のような美しい車窓ね。人生で一度は乗ってみたいな。実際に乗ったことがある人がいたらコメント欄で教えてほしいわ。以上、今回はループ線の紹介だったぜ。ループ線は一見とても不思議な走り方をしているけど、列車が難所の坂道を登るにはどのように線路を敷けばいいか、知恵を絞った結果生まれたものなんだということがよくわかったわ。線路の形を見るだけでその地に鉄道を通すことが、どれだけ大変なことだったのかという歴史を学ぶことができるなんて興味深いわね。そうだな、ループ線に限らず、一見とても不思議な線形になっているところは、鉄道開業までに、それなりの苦難の歴史があるのかもしれないぜ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、急勾配の路線について紹介していくぜ。そういえば、あまり線路の傾斜について考えたことなかったわ。どんな急勾配の路線があるのか気になるわ。もし乗ったことある路線があったりもっと急勾配の路線を知っていたら、コメントしてくれるとありがたいんだぜ。高評価もしてくれると嬉しいわ。それでは、ゆっくりしていってねー。大井川鉄道は、静岡県の大井川流域を走る鉄道路線だ。SL が走行されることでも有名だぜ。SL かっこいいわね。実は大井川鉄道の一部区間は悪都式鉄道となっているんだ。悪都式って何？悪
クト式というのは急勾配を登るための鉄道システムだ。レールの中央に歯車が噛み合うためのラックレールという式場があり、そこに歯車を噛み合わせることで、急勾配でも登れるようにするんだ。このシステムはスイス人のアクトという人が考えたもので、主にスイスの鉄道で用いられている。日本でアクト式が用いられているのは、大井川鉄道のアクト市城駅から長島ダム駅の区間だけなんだぜ。日本で唯一なのね。ちなみにアクト式に似ている、ラック式というものもある。それらの違いだが、ラック式は先ほど紹介したラックレールが1本なのに対し、アクト式は2、3本なんだ。だからアクト式の方が噛み合う歯車の数が多いから、強度も高いんだぜ。それだけ強度を高くしているならさぞかし急勾配なんでしょうね。アクト式が使われている区間の傾斜は 90% ミルだ。90% ミルというのは、1000メートル進むと高さが90メートル上がる傾斜を意味している。角度にすると5度程度なんだぜ。5度って聞くと大したことないように思えるわ。90% ミルというのは実はものすごい数値で日本の鉄道で一番の数値なんだぜ。たった5度で日本一なの？鉄道は 35% ミル以上の急勾配は特任扱いなんだ。5度の坂道は、歩いて登る分には大したことはないが、鉄道にとってはものすごい急勾配なんだ。大井川鉄道の場合1両17メートルなのだが、1両の先頭と最後尾の高低差が 1.5 メートルあるって考えると、急勾配に感じられると思うぜ。確かにそうね。アクト式鉄道には、急勾配を登れるというメリットもあるが、運転速度が遅い、輸送力に限りがあるというデメリットもあるんだ。歯車を噛み合わせているから、通勤電車みたいな速さでは走れないわよね。だからアクト式を採用しているのも一部区間のみで、その区間の両端となる駅では、アクト式機関車の連結、切り離しが行われるんだぜ。その作業を見れるのも魅力の一つね。そうだな。箱根登山鉄道は、神奈川県の小田原駅と強羅駅を結ぶ登山電車だ。新宿から箱根湯本までロマンスカーで一本で行けるから、箱根湯本は小田急の駅だと思われがちだが、小田急なのは小田原までで、そこから先は箱根登山鉄道なんだぜ。そうなのね。特に、箱根湯本から強羅間は傾斜がきつくロープウェイやケーブルカーと乗り換える。強羅駅まで445メートルも上がるんだぜ。最も傾斜がきつい区間だと、80% ミルもあるんだ。大井川鉄道には負けるけど、それでも 80% ミルはすごい傾斜ね。先ほどの大井川鉄道は、アクト式電車で普通とは違うレールを採用していたが、箱根登山は粘着式鉄道という、車輪とレールの摩擦で踏ん張る、いわゆる普通の鉄道なんだ。普通の鉄道の中では、日本で最も急勾配なんだぜ。80% ミルもあるなら、アクト式にすればよかったんじゃない？箱根登山鉄道は、スイスのベルニナ鉄道を参考に設計されたんだ。ベルニナ鉄道にも 70% ミルの急勾配があるが通常の粘着式鉄道が使われていた。さらに、線路を通す際、どうしても急カーブを設けなければならなかったのだが、アクト式レールは急カーブに不向きだったんだ。だから、通常の粘着式鉄道が採用されたと言われているぜ。なるほどね。80% ミルもの急勾配の場合、通勤電車のような設備ではとても走りきれない。箱根登山鉄道の車両は、ブレーキが充実しているんだ。普通の電車は、空気ブレーキという圧縮空気の力を利用して、ブレーキパッドを車輪に押し付けるブレーキを採用しているが、箱根登山鉄道の場合はこれに加えて電力で車輪の回転を止める電気ブレーキ、人力で車輪の回転を止める手動ブレーキ、特殊な石を車輪に押し当てる圧着ブレーキの4段構えが採用されているんだ。ブレーキが充実してないと、坂道を転がり落ちちゃうもんね。さらに、安全のために厳しい速度制限も設けられているぜ。制限速度は勾配のきつさによって異なるが 80% ミルのポイントは、坂を下る場合は、時速 25km 以下とされている。人の本気走りくらいね。箱根登山鉄道の見どころとしては、登山鉄道ならではの絶景だろう。アジサイをはじめとする四季折々の景色や、登山鉄道ならではの大パノラマを、堪能できるんだ。さらに、先ほど速度制限の話をしたと思うが、箱根登山鉄道は全体的に遅く、箱根湯本から強羅間の 15km を50分もかけて走るんだ。だからゆっくりと景色を楽しむことができるぜ。遅いことが逆にメリットになっているのね。さらに、登山鉄道特有のスイッチバックを楽しめるという見どころもある。山の中に無理やり線路を作ったので線路がジグザグになっているんだ。定期的にスイッチバックで進行方向を逆にすることで、複雑な山道の地形でも走行可能にしているんだ。スイッチバックなんて都心の鉄道にはないものだから、それも楽しめるかもね。飯田線は、長野県の辰野駅と愛知県の豊橋駅を結ぶ JR 東海の路線だ。飯田線はもともと4社に分かれていた私鉄を一つにまとめて国鉄保有の路線になったもので、全長 195km の中に94個も駅があり、駅間が非常に短いことでも有名だ。中央本線の岡谷を発車し、辰野を経由して豊橋に向かう直通列車があるのだが、豊橋までの所要時間は驚異の6時間超えだ。200km を6時間もかけて走るのは遅いわね。駅間が多い分停車時間も長いのかしら。
もちろんそれもあるが、カーブや勾配が多いことも原因の一つだ。木曽山脈沿いを走る路線で地形が不安定なんだ。特に、赤城駅と沢湾戸駅間には 40% ミルの勾配があり、在来線で一番の急勾配となっているんだ。勾配の上から見ると、まるでジャンプ台のように見えるんだぜ。うわぁ、坂の部分のレールが見えないじゃない。この急勾配を登り切るために飯田線の車両はモーターが強化されているんだ。40% ミルは普通の設備では登り切れないもんね。先ほど紹介した通り、飯田線には94駅もの駅がある。大きな駅もあるが、中には神秘的な秘境駅もある。特に有名なのが小和田駅でノスタルジックな小さな木造駅舎となっているんだぜ。なんだかミステリードラマに出てきそうね。秘境駅を巡りながら、6時間のゆったりとした旅を、ぜひとも楽しんでほしいぜ。それと、もし飯田線に乗ったことがある方は見どころのある区間はどこか、もしくはどの秘境駅が一番好きかなどをコメントしてくれると嬉しいぜ。続いては新幹線の急勾配を紹介するぜ。北陸新幹線の高崎駅と軽井沢駅の間は 30% ミルの勾配となっている。勾配自体は今まで紹介したものほど急ではないが、この勾配、なんと 30km も続くんだ。30km も坂道を登るのは大変ね。坂の途中に安中春菜という駅があり、軽井沢へと続く勾配を登るために、安中春菜を通過する列車は、最高スピードで通過する。それでも坂を登る途中で徐々に減速し、時速 170km にまで減速してしまうんだ。新幹線の最高スピードは時速 300km くらいだから、相当な減速ね。北陸新幹線のこの勾配の原因は、碓氷峠だ。群馬県と長野県の県境にある峠であり、昔から難所とされていた。今は碓氷峠を越えるのは北陸新幹線だけだが、昔は在来線も走っていたんだ。え、そうなの？現在、高崎を起点に横川まで伸びている信越本線という路線がある。そして、軽井沢を起点に、長野、新潟方面へ伸びている信濃鉄道がある。昔は、碓氷峠を通る横川から軽井沢間にも線路があり、高崎から長野、新潟まで、信越本線という一続きの路線だったんだ。しかし、1997年に横川から軽井沢間は廃止になってしまった。どうして廃止になってしまったの？その理由こそが、この急勾配だ。廃止となった区間には、66.7% ミルの勾配が含まれており、かつては在来線で一番の急勾配だったんだ。かつては悪徒式を採用していたが、1968年に電気機関車式に切り替え、峠越えにかかる時間を49分から17分へ大幅に短縮した。すごい進歩ね。しかし、1997年に北陸新幹線の前身である長野新幹線が開業し、需要が低下することが見込まれた上に、電気機関車をはじめとする急勾配を登るための設備にお金がかかり、採算が取れなくなってしまったことで廃線になってしまったんだぜ。そうか、急勾配だとお金もかかってしまうのね。こうして軽井沢横川間は廃線となってしまったわけだが、今でもその歴史を感じれるんだぜ。廃線ウォークというイベントがちょくちょく開催され、碓氷峠の急勾配を歩ける。さらに廃線の2年後、車両基地の跡地に碓氷鉄道文化村という、鉄道テーマパークがオープンし、当時使われていた機関車に触れたり、碓氷線の急下り線を走るトロッコ列車に乗ったりできるようになった。廃線になったのは悲しいけど、何かしらの形で残してくれたのは良かったわね。碓氷峠は急勾配が原因で難所として昔から有名な場所だった。鉄道ファンなら一度は訪れておくといいと思うぜ。ピラティス鉄道はスイスにある登山鉄道で、現在世界一の急勾配がある鉄道だ。さて、霊夢は何パーミルだと思うか？日本一が大井川鉄道の90パーミルでしょ？わからないけど、150パーミルとかかしら。正解はなんと480パーミルだぜ。想像をはるかに超えてきたわ。角度で言うと25度程度だ。これは人が登る時でもきつい傾斜だと思うぜ。そうよね。あまりに急なのでケーブルカーと間違えられがちだが、ケーブルに引っ張られてはおらず、車両自身の力で動いているので、れっきとした鉄道なんだぜ。にわかには信じがたいわ。ピラティス鉄道では、ラック式というレールの間にある一本の式場に、歯車を噛み合わせて走行するシステムを採用している。アクト式と似ているけど、式場の本数が違うんだったわよね。しかし、一口にラック式といっても、ピラティス鉄道の場合はロッキャー式という、特殊な形式をとっている。機場の両サイドにラックの刃があり、両サイドから2枚の歯車で挟み込むんだ。ラック式鉄道は他にもたくさんあるが、中でもロッキャー式を採用しているのは、このピラティス鉄道だけなんだぜ。傾斜が急すぎる分、普通のラック式では不十分だったのかしらね。さらに、この路線は分岐の仕方も一風変わっている。線路の構造が普通とは異なるので、普通にポイント切り替えをして、列車を分岐させることはできない。ピラティス鉄道では、トラバーサーという重量物を水平移動させる装置を使う。
分岐点にあるトラバーサーの上には線路が何本か設置されており、列車が来た時にレールを水平移動させて列車を分岐させるというシステムだ。見たことない分岐のやり方ね。実はスイスは登山鉄道が多く急勾配を含む路線も多いんだ。ピラティス鉄道の他にも、250パーミルのユングフラウ鉄道、220パーミルのモンテジェネロッツ鉄道など狭い国にたくさんの登山鉄道が敷かれている。アプト式もスイス人が発明したものだし、急勾配鉄道の本場と言えるわね。もし、スイスの登山鉄道に乗ったことがある人がいたら、コメントで感想などを教えてほしいぜ。コメント待ってます。ということで、急勾配の鉄道路線を紹介してきたが、どうだったか？まず、鉄道が勾配に弱いのが意外だったわ。確かに、90パーミルの超急勾配とされている路線でも人が歩く分にはなんてことないからな。あと、急勾配ならではの線路や走行機器の工夫もいろいろあって面白かったわ。そうだな、ただ急なだけじゃなく様々な要素が普通の路線と違うから、急勾配鉄道は乗っていて楽しいと思うぜ。スイスに行って、急勾配巡りしてこようかしら。おう、いいんじゃないか。皆さん、こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。聞いてよ、マリサ。この間、電車に乗った時、S 字カーブでバランスを崩しちゃって、盛大に転んじゃったのよ。おお、それは災難だな。大丈夫だったか？すごく恥ずかしかっただけで、大きな怪我はなかったわ。それにしても、どうしてわざわざ S 字にするのかしら？その路線によって、理由はいろいろあるみたいだな。というわけで、今回は S 字曲線の線路を紹介していくぜ。気になる路線があったら、いいねで教えてね。最初に紹介するのは、千葉県にある新京成電鉄の新京成線だ。松戸から京成津田沼駅を結ぶ、全長 26.5 キロの路線だぜ。右に左にカーブを描く箇所が、とても多いことで有名なんだ。この路線に S 字カーブが多いのはどうしてなの？それはな、ほとんどが戦時中に使われていた陸軍用地を、旅客用に転用したものだからなんだ。路線内の多くが陸軍所有の土地だったのね。その通り、かつて日本には、戦地での鉄道敷設や修理、物資の輸送などを専門に行う。鉄道連隊と言われる部隊があったんだ。敵地で戦う上で、後方支援は命綱だからな。鉄道は、物資の輸送手段としてなくてはならないものだったんだぜ。ふむふむ。そんな重要な敷設任務を、ぶっつけ本番でやったらどうなると思う？そりゃあ、段取りがわからなかったりして、完成までに時間がかかるでしょうね。あ、もしかしてこの陸軍用地って、察しがいいな、霊夢。そう、現在、新京成線が走っているこの土地は、鉄道連隊が敷設の演習で使用していた場所なんだ。第二次世界大戦の終戦後、鉄道連隊は解散することになったが、起動式はそのまま残されていたため、新京成電鉄の親会社である京成電鉄が、獲得に乗り出したんだな。そうだったのね。獲得には西武電鉄も名乗りを上げていたんだが、最終的には、千葉県内に営業基盤を持つ京成電鉄が使用権を得ることになったぜ。一説には京成電鉄に入社していた、元鉄道連隊、鎌田千一少将の存在が、決め手になったとも言われているな。そんなに影響力のある人だったの？鎌田少将は太平洋戦争以前に、アメリカの陸軍士官学校に留学していたことがあるんだが、その時に交流を深めた上級生が、GHQ のマッカーサー元帥だったんだ。鉄道の敷設には、GHQ の許可が必要だったからな。その時の交流が多少、影響したとしてもおかしくはないだろう？そんな偶然あるのね。起動式の使用許可が出た1946年、京成電鉄は子会社の新京成電鉄を設立。翌年の1947年には、路線開業となったぜ。新京成線が陸軍用地を利用して路線を開業したのは分かったけど、それと S 字カーブが多いことには、どんな関係があるの？敵地内に線路を作るという任務の性質上、演習では、あらゆる状況を想定する必要があるだろう？敷設技術向上のために、あえて難しい急カーブが設けられたんだな。しかも、敷設後には運転手の訓練にも使えると、二度おいしいぜ。一石二鳥じゃない。そんな急曲線も、旅客線を開業する際に可能な限り曲線化したんだが、それでも 26.5 キロの道程に対し、約10キロは曲線のままなんだ。いかにカーブが多いか、よくわかるわね。新京成線の急曲線には、戦地において兵站を支えた、鉄道連隊の歴史が詰まっているんだな。先の紹介で、新京成線は鉄道連隊の演習地を転用したもの、と話したが、新津田沼から京成津田沼駅間の S 字カーブには、それとは別の歴史があるので、分けて紹介させてもらうぜ。そういえば、さっきの紹介でもほとんどが、って言っていたものね。で、この区間の S 字にはどんな理由があるの？新津田沼駅は、1947年に新京成線の始発駅として開業したぜ。
この時にはまだ、京成津田沼駅とは繋がっていなかったのね。場所も現在の位置より、JR 津田沼駅に近いところにあったんだ。新津田沼駅が京成津田沼駅への乗り入れを開始したのは、1953年のこと。両駅の間には JR 総武本線が通っていたが、たまたま前原駅からの直線上に、鉄道連隊が使用していた跨線橋があったため、それを利用する形で新線を建設し、そこへ新津田沼駅を移転したぜ。ここに鉄道連隊の跨線橋があったのはどうしてかしら？この区間は演習で使われた場所じゃなかったんでしょ？それは JR 津田沼駅周辺に、鉄道連隊の軍用施設があったからなんだ。この跨線橋は駅の北側にある倉庫と、南側にある作業場を結ぶために架けられたぜ。ふむふむ。こうして新津田沼駅と京成津田沼駅は繋がったわけだが、1961年に新津田沼駅はまた移転することになる。え？また？1953年に開業した駅の方は、藤崎台駅に改称し、前原駅から分岐した元の路線に、新津田沼駅を再開業したんだ。なんでそんなことになったの？当時、日本住宅公団が沿線沿いに団地を誘致する話が出ていたんだが、JR 津田沼駅からの乗り換えが、不便すぎるという理由で、改善の要望が出たんだ。それを受ける形で、新津田沼駅は移転することになったんだな。こんな短期間に二度も移転するなんて、もうこれで終わりよね。残念だが、霊夢、二度あることは三度あるんだぜ。嘘でしょ。1968年に、今度は新津田沼行きと京成津田沼行きの、二つの行き先がややこしいと、利用者からのクレームが出たんだ。そのクレームに対応するため、新京成電鉄は藤崎台駅へと向かう路線を廃止したぜ。でも、それだと京成津田沼駅と繋がっていた路線がなくなっちゃうんじゃ。そうなんだ。その問題を解消するために生まれたのが、現在の S 字カーブを含んだ路線だぜ。新津田沼駅を京成津田沼駅に寄せる形で移転し、そこから鉄道連隊が架けた跨線橋へと、無理やり線路を繋いだんだ。すごいわね、そんな歴史があったなんて驚きだわ。この区間の S 字曲線は、移転に移転を重ねた結果の産物なんだな。次に紹介するのは、JR 中央線の新宿から東京間だ。山手線の内側を通っている路線ね。そうだな。山手線と合わせると、対極図みたいな形をしているぜ。まっすぐ線路を敷いた方が東京までは近いのに、どうして S 字を描くことになったのかしら？開業ルートを決める際に、軍部からの要請があったからだと言われているな。どういうこと？中央線は私鉄の甲武鉄道によって建設された路線で、1889年4月に、新宿から立川間で開業したのが始まりだぜ。同年8月には線路を八王子まで延伸し、都心から東へのルートを確保したんだ。そうなのね。甲武鉄道は、次に東京の市街地へ向けて線路の延伸を計画したぜ。その際に候補として上がったのが、新宿から四谷、市ヶ谷を抜けて、神田岬町へと向かうルートだったんだ。神田岬町って、どのあたりだったかしら？水道橋駅の南側に広がるエリアだな。ということは、今の都営新宿線と似たようなルートを通る予定だったのね。そうだな。当時、神田岬町の周辺には、陸軍の練兵場跡地があり、甲武鉄道は、陸軍にその土地の借り上げを申し出たぜ。陸軍はその申し出を快く受け入れてくれたんだが、その代わりに、と、一つの条件を出してきたんだ。条件？中央線のルートを、軍が新たに建設した青山練兵場経由にするよう要請してきたんだな。青山練兵場は、今の神宮外苑や国立競技場があるあたりだから、新宿からは、一旦南に進路を取ることになる。本来のルートから考えると、だいぶ遠回りになっちゃうわね。どうして、そのルートを要請してきたのかしら？新京成線の時にも話したが、鉄道は陸軍にとって、資材や物資を運ぶための貴重な手段だからな。軍事輸送的なメリットが大きかったんだろう。そういうことか。現在の中央線が S 字を描いているということは、陸軍の要請が通ったってことよね？その通り、私鉄の甲武鉄道には、軍部の要請を突っぱねるだけの力はなかったんだな。だがこのルート変更は、甲武鉄道にとっても悪いことばかりではなかったんだぜ。そうなの？最初に想定していたルートだと、確かに最短距離で目的地を目指せるが、立川方面から車両が入ってきた場合、新宿駅でスイッチバックすることになるため、機関車の付け替えが必要だったんだ。また沿線住民の反対で、北東に進むルートの用地買収も困難を極めていたぜ。なるほど。それらの問題解消を考えるくらいなら、南に遠回りした方が楽だったのね。そういうことだな。まあ、南に進路を取ったら取ったで、今度は別の問題が立ちはだかり。甲武鉄道サイドは、あれこれ頭を悩ませることになるんだが、S 字曲線の話題からは少し外れてしまうので、その辺の詳しい説明は省略するぜ。中央線の S 字の謎が解けたって人は、グッドボタンで教えてね。感想があったらコメント欄によろしくな。次に
紹介するのは、阪急神戸線にある岡本から御影駅間の S 字カーブだ。阪急の前身である美濃有馬電気軌道が、神戸線の建設に着手したのは1916年のこと。同区間では阪急に先駆けて、阪神電車が運行していたが、阪急はカーブの多い阪神に対し、路線の直線化で勝負しようとしたぜ。スピード面で優位に立って、ライバルを出し抜こうとしたのね。ところがその直線化計画に、待ったをかけた人物がいた。それが朝日新聞創業者の一人、村山良平だったんだ。どうしてその人は計画に反対したの？阪急が線路を敷こうと予定していたルート上に、彼の邸宅があったからだぜ。現在、御影駅近くにある公設美術館周辺は、すべて村山氏の土地だったんだな。村山氏は、近所に住んでいた金坊社長の武藤三次や、住友財閥の総理事、鈴木雅也らと共に、反対運動を展開したんだ。そうそうたるメンバーね。領地買収の話し合いの場では、工事費を自分たちで出すから、路線を通すなら地下にしてくれ、という話も出ていたらしいぞ。それはすごいわね。でも実現はしなかった、と。そうだな。検討自体はされたようだが、地盤が固くて地下化はできないという結論に至ったみたいだ。それは残念ね。地下化はできず、財界の重鎮相手に強引な手段も取れない。阪急創業者の小林一三は、泣く泣く計画を変更し、公設美術館の北側へと迂回するルートで線路を敷くことにしたんだ。村山氏の反対によってできたことから、この S 字は村山カーブと言われているぜ。カーブに名前がついているの？さすが重鎮。こうして岡本から御影駅間は、S 字を描くことになったわけだが、当初のスピード面で優位に立つ、という方針は忘れられていなかったぜ。どういうこと？カーブを描くこの区間は、長らく時速65キロに制限されていたんだが、ロングレール化やカント修正などの線形改良を加えたことで、1993年には時速70キロまで、2006年には時速90キロまで、スピードを上げることができるようになったんだ。限られた環境の中でも、路線の向上を諦めなかったのね。S 字変更という逆境にもめげない、阪急電鉄の努力が伺えるよな。最後に紹介するのは、愛知県と長野県を結ぶ、JR 飯田線の白西から向市場駅間だ。この区間には、飯田線名物の S 字鉄橋、通称渡らずの鉄橋があるぜ。渡らずの鉄橋？なんだか仰々しい名前ね。こんな通称がついたのには、ちゃんと理由があるんだ。白西駅を出て1分ほどすると、電車は九段の鉄橋に差し掛かる。線路は一旦川を渡った後、対岸を進まずにもう一度川を渡り、元の岸の方へと戻っていくんだ。なるほど、それで渡らずの鉄橋なのね。どうしてこんな不思議なルートになったのかしら？当初、この区間は川の東側にある山に、トンネルを通して抜ける予定だったんだぜ。実際、1945年2月には着工し、同年6月にはトンネルが貫通している。だが、トンネル貫通直後に、大型の台風が2度もこの地域を襲ったんだ。それで、どうなったの？構内のアーチや側壁のコンクリートは剥奪し、地盤の変化によってトンネル断面の変形が発生。ついには、トンネル周辺の地山全体が、川に向かって滑り落ちてしまったんだ。それはひどい。この地域が、中央構造線という大断層上にあったことも、被害を拡大させた要因だったんだろうな。同様のトンネルを掘削し直したとしても、再崩落する危険性が高かったため、トンネル内に線路を通す案は、断念せざるを得なかったんだ。そっか、それで鉄橋が建設されることになったのね。そういうこと。鉄橋が山裾ギリギリを通らず、わざわざ対岸まで迂回しているのは、万が一、同様の土砂崩れが起きたとしても、鉄橋に被害が出ないよう備えるためだったんだな。苦肉の策で生まれた鉄橋が、今となっては飯田線の名物になっているのね。この S 字カーブを走る電車を撮影しようと、多くの鉄道ファンが足を運んでいるぜ。視聴者の皆さんは、この S 字鉄橋を知っていたかしら？実際に訪れたことがあるって人は、いいねで教えてくれよな。さて、今回の動画はこれで以上だぜ。S 字曲線のルーツ、いろいろあっただろう？どれも興味深い理由で面白かったわね。今度 S 字カーブに出会ったら、その歴史を想像してみようかしら。想像の世界に浸りすぎたら、また転んでしまうからほどほどにな。肝に銘じておくわ。このチャンネルでは、鉄道に関する情報や豆知識をまとめているぜ。知りたいことや、取り上げてほしい内容があったら、コメント欄で教えてね。いいねやグッドボタンもポチッとしてくれたら嬉しいな。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。